マルセル・モースは、フランスの社会学者、文化人類学者。ロレーヌ出身で、エミール・デュルケームの老いにあたる。デュルケームを踏襲し、原始的な民族とされる人々の宗教社会学、知識社会学の研究を行った。エピナル生まれ。ボルドー大学に入学し、デュルケーム、アルフレッド・エス・ピナス、EN、オクターブ・ハミルンの下で哲学を学ぶ。また、 パリの高等研究実習院で、インド宗教史を専攻。1902から30年は、同研究院、非文明民族の宗教史、講座。1931から39年からは、コレージュとフランス社会学講座を担当する。また、この間、1926から39年にかけて、リュシアン・ラビブリュールが創設した、パリ大学民族学研究所で、 民族史学を講じた。また、デュルケムの協力者として、アンリ・ユベールと共に、社会学年報の宗教社会学部門等の編集に携わり、フランス社会学派の開拓に尽くした。代表著作の、贈与論はポトラッチ、クラなどの交換体系の分析を通じて、宗教、法、道徳、経済の諸領域に還元できない。 全体的社会的事実の概念を打ち出し、クロード・レヴィストロースの構造人類学に大きな影響を与えた。また、身体技法論は、今日なお、社会学的身体論の基本文献となっている。マナなどの概念を通して呪術についても論じた。ありがとうございます。